やられるつもりなんてないですから。迷惑だって言っても、ずっとずーっと追いかけてやるんだから。それじゃそういうわけで、ちょっと行ってきますね。これ以上私たちに傷ついてほしくないって。ではお出迎えといきますか。もっといろんな朝日さんを知りたかったです。朝日さん大丈夫でしょうか。そうね、朝日優しいから。届いて、これが私たちがあなたに残せる最後の。ごめんね、最後まで一緒にいられなくて。約束しただろ、みんなでって。それにカリンたちだってまだ。カリンね、最後に伝えられなかったことがあるの。朝日が笑顔でさえいてくれればそれでいいの。カリンもね、今は朝日に同じこと望んでる。朝日の笑った顔が大好きだから。カリンさん、朝日、朝日さんはどうですか。朝日さんらしく生きられていますか。でも、もしそれを届けることができたら、きっと生まれ変われるはずです。私の大好きな朝日さんなら。朝日さん。